の数年前になりますけどね、はい、あのパンダの赤ちゃんがこう上野動物園で生まれたじゃないですか。ありましたね。あのニュースとか見てるとね、こう動物園の飼育員ってこうかっこいいなと思うわけですよ。難しいぞ飼育員は。何が？動物だからな、うん、命だから。はいはいはい。できんのかお前。お、大丈夫大丈夫、できると。本当に？じゃあ俺先輩の飼育員やるから、うん、入ってきて。分かった分かった。先輩はじめまして、今日からお世話になります、田中って言います、よろしくお願いします。お前が田中か。はい。動物は命だ。はい。決して粗末に扱うな。分かっております。肝に銘じておけ。はい。まずは餌の仕込みだ。はい。よいしょよいしょよいしょ。はあ、手際がいいな。すごい速度でリンゴを切っている。すごいな。あ、バナナを剥くのも早い。すごい早いな。バナナ剥くの早い。すごいな。おおおおおお、もう指揮者みたいだ。すごい速度で切ってるな。すごい速度で剥いた。あ、もうなんかビブラートを止めたぞ一回。すあ、食べた。つまみ食いしてるなこいつ。どうなんだこの人。うん、よいしょ。70キロ。70キロ持て。はい。よいしょよいしょ。ところで先輩、この餌何の動物にあげるんですか？決まっているだろう。モルモットだ。いや、バイソンの量。おい、そりゃバイソンにあげる量だ。ちょっと待て待て待て、お前はモルモットにこんな大量の餌いらんだろう。何を言ってんだ。はい。この動物園ではな、はい、モルモットを1000匹飼っているんだ。990匹つまみ出せ。990匹つまみ出せよお前。ちょっと待て、1000匹もモルモットいらないでしょ動物園に。次は虎の餌にあげに行こう。虎に餌を。ああ、わかりました。虎は危険だ、慎重にな。わかりました。よし、入るぞ。はい。いや、ちょっと先輩、鍵は。鍵？はい。そんなもん必要ない。じゃあどうやって入るんですか？ここにこれぐらいの柵があるだろう。え？これをな、あ、またいで入るんだ。いや、カピバラのセキュリティ。そりゃカピバラだ、そんだけ小さい柵は。トラはもっと頑丈の檻を作れよ。何？何を言ってるんですか？そうだ、この動物園でペンギンの赤ちゃんが生まれたんだ。あ、ペンギンの赤ちゃんが。名前がまだないんだ、案あるか。え？ペンギンの赤ちゃんですか？なんだろうな、ペンギンの赤ちゃん。あ、先輩、ペンちゃんとかどうですか？ペンちゃん、なんか可愛らしくていいじゃないですか。ペンちゃんっていいじゃないですか。ふざけるな！え？命の名前だぞ。一生背負っていくんだぞ。はい。ペンちゃんって。はい。こらお前。すいません。あ？すいません。こらお前。すいませんすいません。やんのか？すいません。やめてもいいんだぞ、すぐ。すいません。あ、やめるか？いや、大丈夫です。すいません。ふざけやがって。いや、俺が、うんこなんて言ったぐらいの怒り方。おい、待てよ、お前は。俺が、うんこなんて名前をこのペンギンにつけたらそんだけ怒れよ。ペンちゃんいい名前だろ、可愛らしくて。ブル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 。え？ガチャ。何？あの動物が逃げ出した？え？あの動物が逃げ出したらお客様を食い殺してしまうかもしれないぞ。え？大変だ、今から向かうぞ。わかりました。先輩、何の動物が逃げ出したんですか？決まっているだろう。何ですか？やり直すか？なんでその走り方は。マスオさんじゃないか。漫画の走り方を勉強したんです。それならいいんです。何の動物が逃げ出したんですか？ウサギだ。いや、グリズリーのてんやわんや。おい、グリズリーが逃げ出した時のてんやわんやだ。もうええ。どうも、私さ、チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。